あ、センタープレーね。センタープレーの、裏拍子ありますよ。こう背負った状態からの、裏拍子とかってことですよね。これはまあ、これも動画、ショート動画で上げたかな。結局はボールを、ついて、この手元からボールに床に向かって離れていくわけじゃないですか。でこのボールが床につき終わってこの高さに戻ってくるまでの、間に、フェイクとかが入れられると、このタイミングっていうのは裏拍子になるので、ショルダーフェイクとかって要は手元に戻ってきてからショルダーフェイクするパターンと、手元にボールが戻ってくる前にショルダーフェイクするパターンとかっていろいろそのタイミングによって全然違ってくるわけじゃないですか。このボールが手元に戻ってきてからいろんなフェイクをするんじゃなくて、このボールが手元にない時にショルダーフェイクとかをすると、裏拍子のタイミングになりますね。